今回の動画ではタイガースの最新情報として、才木選手の進化に絶賛の声が続出している件について、そして4選手の大型入れ替えが判明した件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、才木選手の力投もあって勝利した20日の試合を簡単に振り返っていきましょう。8月に入って4カード連続負け越しを喫し、首位広島とのゲーム差が5にまで開いた岡田タイガース。球団史上初の連覇に暗雲が立ち込めているのは明らかです。下位相手に取りこぼせない中、20日はタイガースが才木選手、ヤクルトが吉村選手というマッチアップに。エースの才木選手で絶対に初戦を取りたいタイガースは、序盤から主導権を握ります。初回を才木選手がわずか11球で三者凡退に抑えると、直後の1回裏。先頭の近本選手がヒットで出塁すると、送りバントと2つのフォアボールでワンアウト満塁という絶好のチャンスを迎えます。5番の大山選手は見逃し三振に倒れたものの、前川選手の押し出しでタイガースが先制。そして満塁に滅法強い7番の木浪選手がライト線に2点タイムリーツーベースを放ち、初回にいきなり3点を奪いました。いきなりの援護を受けた才木選手は2回以降も安定したピッチングを披露。118球の熱投で7回3安打無失点にヤクルト打線を抑え、マウンドを降りました。2回以降立ち直った吉村選手から追加点を奪えなかった打線は終盤に爆発。7回裏に大山選手のタイムリーで追加点を奪うと、8回裏には3本のタイムリーが飛び出し、8対0の大量リードに。9回に登板した岡留選手がフォアボール絡みで3点を失うというまずいピッチングがあったものの、8対3で逃げ切り、連敗を3でストップしました。この試合で勝利投手となり、自身初の2桁勝利を達成した才木選手には絶賛の声が続出。岡田監督が、そんなに調子は良くなかったかもわからないけど、粘り強く投げていたんじゃないですかね。才木にしたら7回が最低ラインかもしれないけど、そこまで投げ切ってくれたのが大きいですね、と称えると、ヤクルトの高津監督も、長打もない、連打もない、四球も出さない。なので隙も少ないですし、投げる球がすべて高いレベルの球を投げてくる、と、脱帽の様子でした。そんな才木選手の飛躍の要因について野球評論家の佐藤義則氏は、昨シーズンの発祥から飛躍した要因には今季から使い始めたスライダーが挙げられる、とコメント。続けて、昨シーズンはフォークを多投していたが、相手に敵を絞られやすいところがあった。スライダーでカウントを取ったり、決め球にも使うことで投球の幅が広がっている。そしてスライダーを投げることで投球フォームも改良された。昨シーズンまで縦振りで叩く感じだった腕の振りが少し下がり、制球が良くなっていると分析しています。そしてタイガース OB の中西清騎士も同じ意見のようで、10勝できた大きな要因は、スライダーを覚えたことだろう。昨年まではまっすぐとフォークが軸だったが、スライダーが加わったことで高低にプラス、左右も使えるようになった。特に左打者にとって厄介な膝元に食い込む球が効果的で、投球の幅が広がっていると語りました。タイガースの大黒柱といって良い活躍を見せ、週の頭である火曜日を任されている才木選手。しかし、今後の日程を見てみると、火曜日に上位の広島や巨人と当たることはなく、DeNA や中日との試合が予定されています。ローテーションを再編して上位にぶつけるのか、それとも下位のチームにぶつけて取りこぼしを防ぐのか、才木選手の起用法にも注目です。それでは続いて、入れ替えが判明した4選手について見ていきましょう。まず2軍降格となったのが、坂枝選手です。坂本選手と入れ替わる形で8月12日に1軍へ昇格した坂枝選手。梅野選手も精彩を欠いており、キャッチャーの起用法に注目が集まっていました。しかし、坂枝選手が起用されたのは8月14日の巨人戦での1イニングのみ。
序盤から大量リードされた8月18日の中日戦などでも出場機会がなく、出番に恵まれませんでした。2軍で多くのマスクをかぶっている栄田選手の育成はどうなっていくのでしょうか。そして同じく2軍降格となったのが野口選手です。2軍で打率3割8厘、OPS 0.783 という成績を残し、6月下旬に昇格を勝ち取った野口選手。岡田監督からの評価が高く、同じ右打ちの外野手である井上選手や豊田選手よりも多くのチャンスを与えられました。しかし、26試合で打率1割8分9厘と低迷。放ったヒットはいずれもシングルヒットで持ち前の長打力をアピールできず、期待された左投手相手にも打率1割8分5厘と非常に苦しい内容でした。思うような結果が残せなかった野口選手ですが、1軍レベルの投手を体感し、課題も見えたはず。ルーキーイヤーから2年続けて2軍で3割を記録するだけの高いポテンシャルがあるので、今回の経験を糧にさらにレベルアップしてほしいですね。そして、この2選手との入れ替わりで昇格することになったのが、坂本選手と小野寺選手です。岡田監督からリードにたびたび苦言を呈され、8月11日に登録抹消となった坂本選手。2軍で4試合に出場し、最短で再昇格することとなりました。坂本選手は今回の2軍調整中に青柳選手や門別選手とバッテリーを組んでおり、1軍でもバッテリーを組むことになるのでしょうか。梅野選手の状態も決して良くなく、8月は月間打率1割9分5厘と低迷。さらには野球評論家がリード面に苦言を呈したこともありました。おそらくここからは再び梅野選手と坂本選手が併用される形になると思うので、勝負どころで持ち味である抜群のインサイドワークを発揮してほしいですね。一方の小野寺選手は、2ヶ月以上ぶりの一軍昇格が決定。左手首の靭帯損傷で戦列を離れた時期もあり、久々の昇格となります。しかし、この人選にはかなり驚きました。2軍で2割2分と結果を残せていない小野寺選手は、直近5試合で16打数1安打と低迷。凡打の内容が良かったという印象もなく、状態は決して良くないと思います。同じ右打ちの外野手であれば、井上選手が直近5試合で19打数8安打2本塁打、豊田選手が20打数8安打1本塁打と結果を残しており、この2人のどちらかを昇格させても良かったのではないでしょうか。そして昨シーズンの起用法を見ても、岡田監督は小野寺選手をあまり評価していない印象だったので、2軍でも結果が出ていない中での昇格には驚きました。小野寺選手としては何としてもこのチャンスをものにしたいはず。昨シーズン見せたような広角に打ち分けるバッティングで存在感を示してほしいですね。小野寺選手の活躍からも目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。